ラク屋の花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日は様々な不調に効く万能ツボ5つをご紹介します。ではまずは百会を押します。百会はもうちょうど頭のてっぺんですね。この耳のところと鼻の延長線上ですね。耳の延長線上、鼻の延長線上交わるところ、ちょうど頭のてっぺんですけれども、ここです。頭のちょうど真ん中ですね。一番高くなっている場所です。ここをこのように押す。このようにツボ押しのグッズがある方は、それを使ってこのように押し当てるようにしたり、軽く叩いたり、このようにこね回して揉むように刺激する方法もありますね。百会は徳脈、この真ん中を通っている経絡と膀胱系と三焦系と胆系と4つが交わる、交流する場所になっていますね。百会うと書きますけれども、それだけいろいろな症状に効果が期待できます。高血圧を下げるとか、痔を緩和するですとか、頭痛や不眠、あとは鼻の症状ですね。鼻が通りが悪いとか、鼻が炎症を起こしているとか、のぼせや自律神経失調症、それからぼんやりしている時にすっきりさせるといった効果もあります。それが百会です。天柱はここうなじにあります。この首の後ろの太い筋の横で、髪の生え際のところですね。このように頭を傾けていくと、それぞれのツボにしっかりと入ります。天柱のツボは疲れ目、かすみ目、肩こり、頭痛、首こり、鼻の通りが悪い時、耳鳴りやうつ、自律神経失調症の時にもおすすめのツボになります。次は手三里です。ここが手三里ですね。肘の曲がり目のところから指3本分幅を取って当たるところ、骨際のところ、ここが手三里です。この辺一帯を押してみて、正しく押せていると指先、人差し指とか中指の方に響く感じが出ます。ビーンと走る感じがあれば正しくツボが取れています。頭骨神経痛、腕の神経痛ですね。それから肩首のこりですとか、目の疲れ、胃の調子を整える、手の疲れ、歯の痛み、体のだるさ、それから鼻炎や胃もたれ、それから気分の落ち込み、ニキビや湿疹といった肌荒れにも効果があるとされています。ここが手三里です。次は合谷ですね。合谷はここです。この親指と人差し指のぶつかるところですね。延長線上で手が止まるところですね。このくぼみの合う谷と書きますね。こういうふうに押していただいたり、こういうふうに
押していただいたりで聞くように押せます。こういうものをお持ちであればこういうものを使っていただいてこういう感じで押し込むようにして刺激しても効果的ですね。広告は排他の時、頭痛、花粉症、ニキビ、アトピー、物忘れ、便秘、下痢、風邪、精神不安、肩こり、めまい、生理痛といったさまざまな不調を和らげてくれる効果があるあります。反対の手もありますので行います。両方行ってください。つぼ押しの他にもお灸を添えても非常に良いとされていますのでお持ちの方はお灸を当ててみてください。次は足三里を押しますね。足三里はこの外すねにありますね。この出っ張り部分ですね、膝の外側の膝下の骨ですね、出っ張り部分から指3本ほど分ほど取っていただいてで、グッとこの方向に向かって押しますね。そうすると足の方に響く感じが、足先の方ですね、足の甲の方ですとかに響く感じがあります。こういう感じで押します。では左足も行います。足三里は胃経のツボですので胃腸の改善効果があります。胃痛ですとか胃弱ですとか胃もたれ、それから足の疲れですとか、さまざまな不調に効果があるんですけれども、全身のだるさを取ったり、足がつるのを予防する、ここを押しておくことによって足のつり予防になったりもします。あと陣形のツボ優先ですね。ここですね、こういうふうに膨らみがありますけれども、その真ん中です。優先のツボは血行を促進して気や体力の充実、それから疲れやだるさを取ったり体調不良を改善したり、不眠や代謝の、悪さを改善する、それからむくみにも効きますね。食欲不振や高血圧の方にもおすすめのツボです。頭痛や肥炎がある方も優先のツボを押すと、元気が出てくると言われていますね。両足ありますので右足も行ってください。